はい、どうも皆さんお久しぶりです。スバサブロで、あ、おっとっとっとってことで、グラビティでやっていきたいと思います。じゃあ次のミッション早速ですが行きましょうか。ここなんで、はい、ストーリーミッションエピソード19、反発かな。ふう、変に疲れちゃったよ。トランク拾ってちょっとしたお仕事のお手伝いのつもりがあんな大量のネビーと戦う羽目になるなんてね。それにしてもあのだるさ、なんだろう、変な感じ。とりあえず土管の家に戻って一眠りしよう。寝るのが一番。朝ですね。待ってよ、クロー、シアネア。ちょっと何、やばい、ダスティが。やばい、何、急ぎすぎたな。熱い。で、飼い猫の成長を早めたのが原因だ。心当たりがあるはずだ。なんでここに？っていうか死んだはずじゃ。幽霊？ではお姫様、舞踏会へご招待いたしましょう。さあ、我がしもべと共に死のダンスを。なんだったっけ？ごめん、名前忘れちゃったわ。あ、ダスティ！ダスティいっぱいいる！ダスティやばいんだけど。おお、いつの間に服着たの？早っ。レプグナンス。レプニャンセ。反発、多分。あ、出た出た、懐かしい。一番最初のとこだね。おお、リンゴ転がってきたとこだ。てん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 。ダスティ、そうだ。ダスティをとにかく全部見つけ出さなきゃ。全部見つけるの、ダスティ。ダスティをすべて集めろ。そこにいるのはダスティ？ダスティだね。あ、来た来た来た。ちょっと待って、ダスティ20匹集めないといけないの？やばくね？おー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 。うわ、ダスティお前がやってるの。やばいやばい。よいしょ。あ、いたいたい、ダスティ。おーおお、やばいな、めっちゃ変わるな。次のダスティどこだ？ダスティの音こっちからする。いたいたいた。ほっ。いいよ。あー、落ちる。よいしょ。懐かしいね、ここ。なんでここにいたんだろうね、キトゥン。はあ、なんだかまた夢を見てる気がする。夢の続き？よいしょ。少しだけど力が戻ってきてる？ダスティを全部集めればきっと。でもまだ重力は使えない。ほっ。そうだよね。なんでキトゥンここにいたのかね。それがめっちゃ気になるけど。あ、ここおっちゃんいたとこだ。あの、家落としちゃったおっちゃんね。最後仲直りしたからいいけどさ。黒！え？黒？黒？これは幻？今度会うときは友達になれるよね。イェーイ！おお、大丈夫だ。ダスティ取れる。うわ、懐かしいな、ここ。めっちゃ懐かしいね。あの時もさ、ここで初めてグラビティデイズして、初々しさが残ってるって出た髪の量。ごめん、間違えた。ザザか。ザザだね。間違えた。髪の量じゃないわ。ごめんな、ザザ。よいしょ。次のダスティ。ここだ。よいしょ。ダスティ、まだ8匹なのか。どこまで行くんだ。あー、シアネアちゃん。懐かしいな。シアネア、創造主なんでしょ？みんなは守ってくれてるよね。おっと。ダスティ10匹。うわ、懐かしい。ん？おお、トラが、トラ？なんだこのトラは。あー、ネビーだ。ネビー出ました。少し、重力の力が戻ってきてる？少しずつだけど感じる。集めたダスティの分だけ力が。悪ガキもそこまでだ、お姫様。いくらクレネコを取り戻しても無駄。エイリアス。そうだ、エイリアスだ、名前。思い出した。なぜなら、この空白間の支配者。それは我がしもべである漆黒のヒョウ。お姫様は永遠にこの場で死のダンスを踊り続ける運命。永遠に？バカ言わないで。ダスティさえ戻れば、あなたのしもべなんてボコボコにしてやる。試合から逃げ出してやる。さてさて、どれまでその元気が続くかな？それではお姫様が踊り疲れ眠りにつくその時を私は待つとしよう。勝手にしたら？あんな思い通りなんか、さすがにあんたの思い通りなんか絶対ならないから。でも今日はいつもよりよく噛むね。ネビー生み出したらあの黒ひょう、あいつが支配者ね。必殺技使えんじゃん。必殺技いこうか。はい。あー、楽だわ。楽ちん楽ちん。あ、どこ行った、どこ行った、どこ行った。はい。あ、ダスティ。あの黒ひょうがダスティを隠していたの？ほい。よいしょ。どこだ？あそこか、次は。帰るか。クソ、永遠のライバル、オシリアどこ行ったんだ？チェストックス！オッケー！よいしょ。行くぞ。あ、まだいたのかよ。いててて！
連続とか聞いてないわ。ちょっとね、これお尻じゃね。あ、お尻来た。お尻、お尻久しぶりだな。なんか硬いような気がするな。ほっ、オッケー、ダスティが戻った。次行こう。はい、上行く。次はここにいる、普通にいる。よいしょ。あれ、な、な、あ、ちょちょちょ、手が手が手が、戻らん戻らん戻らん、やばい。あ、戻った戻った戻った。よいしょ。これも必殺でちゃっちゃと片付けちゃいましょう。はい、どうぞ。よいしょ。あ、楽だわ。キック、はい、オッケー。てかまだダスティの数が13匹って、まだまだこれと戦わなきゃいけない、長いよ。オッケー。あー、なんか出てきた、でっかいの出てきた。うわ、出た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 、ボスじゃん久しぶりの。よいしょ。はい、ほ、やっと倒せた。長い長いわ。バイバイ。よし。うわ、ダスティがめっちゃ散らばってる。ダスティ1、ダスティ2、ダスティ3取って、ダスティ4。よし、これでラスト。はい。これでダスティを全部集めた。力も元通り。にゃー。ん？ダスティ、前と少し感じが違うような。ま、今はとにかく力を合わせて黒ひょうをやっつけるのが先。そんで、こんなインチキ空間から逃げ出そう。どこだ？インチキ野郎。あそこか。はい。まずは、まずは、お決まりの、はい、あれですよね。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 まずこれですよね。よし。うわ、さすが。この辺まで来ると、必殺技使っても、一筋縄ではいかないみたいだね。よいしょ。これどうだ？お、来た。フェイタルムーブ。お、今ならあの渋めで倒せる？いけ。あれ、三角。できないんだけど。できない、できない、できない、できない。できない、できない。あー、ちょいちょい、できない。今できた、今、今、あれ、ちょ、できない。できない、できないんだけど。あ、来た来た来た。オッケーオッケーオッケー。おー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 、新しい、新しい。おお、なんか、いつもとと違うね。違うくね。ね、練習した？すごいことになっちゃった気がするんだけど、これって、寝た子を起こしてしまったようだ。うわっ！飼い主に牙を向きを仕向けたはずが、逆に尻尾を振るとはな。しかし、これで終わりではない。これから先、お前は、あ、あ、あ、なになになに？ああ、起き上がった。まさか。ん？やっぱりね、まさかね、そんなことあるわけないか。あ、あれあれ、シアネア帰ってきてる。死んだはずのエイリアスの来訪、ダスティの分裂騒ぎ、すべては夢か幻か。しかし、シアネアの帰還だけは紛れもない現実だった。シアネア帰ってきた？あれ、キトゥン、ここどこ？突如現れたシアネアに、苦労や子供たちの話をいくら聞いても要領を得ず、もう一人のシアネアが目覚める、その時を待ち続けるしか方法はなかった。ただシアネアと同じく、クロや子供たちもきっとどこかで無事に来てる。そしてまたいつかきっと会えるはず。そのような期待が当時の私を奮い立たせる原動力となったのだった。いや、シアネア帰ってきたね。ちょっとシアネアに話しかけてみようか。ああ、あれ、あ、なんか始まった。ヘキサビル市民に次ぐ、本日はホニャララかんじゃら。早い。分離化政権より重大な発表を行う。市民諸君は速やかに参加いただきたい。何？とりあえずね、自由と解放の広場か、ダウンタウンだよね。行ってみようかな。いや、その前にシアネアですね。ドネリカ無視。はあ、シアネアはいつも幸せそうだね。私はなんだかんだで不安が尽きなくて、たまにはいいことないかな。ふーん。キトゥンって変なことで悩むんだね。いいことしかなかったことにすればいいのに。え？何？どういうこと？あのね、記憶をたどって思い出して思い出して、それで嫌なことはなかったことにして、あったらよかったなーってことを本当にあったことにしちゃうの。そうしたら毎日ずーっと楽しいって思えるよ。え？そんなことしたって事実は一つだし、何も変わらないよ。その過去の事実っていうのは、キトゥンの思い出の中のことでしょ？
本当にあったかどうかなんてどうでもいいんだよ。キトゥンが本当にあったと思えることがあれば、それが本当の思い出なんだもん。な、何言ってんの？証拠ってものがあるでしょ？一緒にいた人とか残ってるものとか。じゃあ証拠も矛盾に、証拠に矛盾があったとして、矛盾を発見したその時、矛盾を発見した思い出を変えちゃえばいいんだよ。そう、そんな無茶な。って、今思ったのも確かにもう過去の出来事。私は常に今にしかいないわけで、私はずっと幸せでしたと今本気で思えたとしたら、それは真実と、それは真実と何も変わらない。あ、頭があのね、キトゥン、やってみればいいよ。まっすぐこっちを見て、頭の奥の奥にある風景を捕まえるの。あ、デジャビュー。そういえば下町、下端の町で、あの時もこうやって忘れてた何か思い出したような。シアネアが過去の記憶を呼び覚ましてくれます。過去の下端の町ボトヌでは取り逃したプレシャスジェムをこれいつになっても言えないんだけど、もうこれ無理だわもう俺にとってこれは種なんだわ。種、俺にとってこれは種ですね。はい、を入手したりチャレンジミッションに挑戦したりすることができます。なるほど、これで下端の町に行けるのか。はい、ということで、さあ、ちょっと早いかもしれませんが、今日はこの辺で終わりにしたいと思います。最後までご視聴ありがとうございました。いや、エイリアスの顔では気になるね。いや、なんかちょっと予想はあるんだけどね、こいつじゃねみたいな。あの、服装がね、やつとちょっと似てたな、みたいな。まあ、誰とは言いませんが、多分、みんな知ってるんかな。ということで、今日はこの辺で終わりにしたいと思います。じゃあ、最後までご視聴ありがとうございました。じゃあ、またねー。最後までご視聴ありがとうございました。僕のチャンネルでは毎日夜の6時から7時に動画を投稿しています。まだチャンネル登録がお済みでない方はぜひぜひ下のチャンネル登録ボタンからの登録お待ちしています。じゃあまたねー。